こんにちは。今回はですね、直近のですね1週間ぐらいのトレードを紹介していきたいと思います。まあ本当最近ですね、ドル円含めてクロス円ですよね、クロス円通貨が結構下げたんですよね。それに伴って結構トレードチャンスが生まれたので、どういう風なところでトレードしていったかっていうんですよね、を僕は動画とかで紹介している方法ですよね、環境認識の方法とか移動平均線の使い方とか踏まえてざっとね紹介していければと思います。以前ね上げた動画で3本の移動平均線を使った動画が確かあったと思うんですけど、あとは日足と4時間足を使って目線の迷いを払拭する方法みたいな動画を上げてるんですけど、そこで解説してるのが3本の移動平均線を使って上目線下目線を瞬間的に見抜くための方法ですよね、を話してるんですよね。で、今詳しくはそっちの動画を見てほしいんですけど、ざっと説明しますね。例えばポンドドルの日足なんですけど、これが100期間移動平均線 でその下が8期間で、その下が3なんですよね。本当これシンプルで、このやり方って今売りなのか買いなのか何もしない方がいいのか瞬時に分かる方法なんですよ。僕はこれ朝だけこれ見て、あ、パッと今日売りだな、今日買いだな、今日なしだなだけでもその日のトレードするかどうか判断してるんですね。で、トレードするってなったらもう逆差し値を設定して、まあ、あともう見ないですよ。もうそれぐらいもうシンプルにしてるんですね。で、シンプルだからこそ機能するっていうやり方なんですけど、で、これだったら例えば3本移動平均線ありますよね。で、日足ですよね。で、何を見るかっていうと、例えば、まあ、直近のローソク足だとちょっと条件外れてるんで、ここですよね。8月1日のですけども、2019年8月1日ですけども、まず、その日の日足の始め値ですね。ただ、日本時間の朝の段階で、この始め値つけたところ、まあ、あとはこのローソク足が、この3本の移動平均線のまず下に来てるっていうことが条件なんですよ、第一の。次が、この移動平均線が3本とも同じ方向を向いてる下方向ですね。で、さらに、始め値が、その3本の移動平均線の下に来てるかどうかっていうことがポイントです。日足が条件クリアだったら次は4時間を見るんですよね。で、4時間もじゃあ3本の移動平均線が全部同じ方向下向いてるか、この現段階のチャート見るところは条件揃ってないですよね。なんでかっていうと3期間が8の上に来ちゃってるので、さらに100期間は下向いてますけど、3と8は上向いちゃってるじゃないですか。だからもうこれは条件から外れるので、ここ見たら違うんですけど、例えばね、直近のポンドドルのトレードを僕してるんですよね。で、直近だとですね、1.2365 ですね。で、1.2365 なんで、大体まあこの辺でエントリーをしてるんですよね。で、ここの場面っていうのは、見てもらったら分かるように、この3本の移動平均線の下に、また4時間足のね、ローソク足が来てるわけですよね。1.2365。この辺ですよね。で、ここでエントリーをして、これは朝11時の段階かな、もうちょっと前かな、多分ストップオーダーで入ってるんですけど、そこから 1.2341 まで引っ張ってリグイド。だからまあここのね、大きなトレンドの中で見たらそんなには値幅はいってないんですけど、こういうのでちょこちょこと、まあ、取っていくっていう感じですよね。で、次に OG ドルですかね。 OG ドルに関しても 0.6887 でエントリーして、で、エグジットがこうですね、 0.6800 この辺ですね。ここまで引っ張って、リグイしたという感じですね。で、OG ドルもこれでエントリーですね。この移動平均線だけの方法ですね。ポンドドルもそう。あとはドル円も 107.06 でエントリーして、106.82 でエグジットと。で、ユーロ円もやってますね。ユーロ円も 118.72 エントリーで 118.48 エグジットですね。だいたいまあ20、30ピップスぐらいですね、狙ってるのは。っていう感じで、直近で OG ドル、ドル円、ポンドドル、ユーロ円、複数の銘柄でトレードチャンスがあったっていうところで、まあ、かなりやりやすい週だったなというふうに思います。さっきも言ったように全部この移動平均線のやり方だけで見てるんですよね。それ以外にはもう特に何も見てないので、この移動平均線だけで目線を確認して、日足と4時間見て、あ、今日下だなっていう場合はもうストップを設定して、あとは見守るだけと。まあ、もちろん OCO でリグイと損切りは同時に出るようにしてるんですけど、とにかくその時の相場の値動きですよね、そこに合わせに行くっていうことなんですね。大事なのはその後の予想とか展開を考えるっていうよりかは、その瞬間の値動きに、強い値動きですね、下だったら売り、買いだったら上についていくっていうこと、で、その勢いに乗る、勢いを借りるっていうことが3本の移動平均線の手法ではできるっていうことになります。なので、その移動平均線の使い方の動画、今日もこの動画ではもう解説してますけど、そっちを見てもらってぜひやってみてほしいなと思います。特に時間ない人に向いてたりとか、副業でやってる人には向いてるので、まあ、あとチャート見なくていいっていうメリットもありますよね。で、ちなみにこれドル円なんですけど、最後に結構強い騙しからのブレイクアウトパターンっていうのを紹介しておきたいと思います。
ちょっとこれを解説すると、これはドル円ですよね。これってどういうパターンかっていうと、ここがまあ安値じゃないですか。でここで逆ヘッド&ショルダー作ってるんですよね。逆ヘッド&ショルダー作って上がっていってるっていうのって、一見これトレンド転換の流れなんですよ。トレンド転換の流れなんですけど、その後何が起きたかっていうと、一気にですね、下にドーンって落ちてるわけですね。9円台から一気に107円台まで一本の陰線で落ちてるんですよ。こういうケースっていうのはかなりね、その後下落が強くなるんですよ。なんでかっていうと、ここまでのこの上昇分が全部この一本の下げで捕まってるからなんですよね。だからトレンド転換だと思ってロングで入ってってる人たちが全部ここで刈り取られてるの で一気にここの安値まで下げてるじゃないですか。ってことは、ここからもう一段のここの下落っていうのが想定できるんですよ、こういうパターンって。まあ、最低この騙し分の下落は下に出るっていうケースが非常に多いですね。同時にこの場面でこの3本の移動平均線のセットアップがちょうどハマってたので、もうすぐに売りエントリーしました。でこれを例えばスイングとかで数日持ち越すやり方もありだと思いますね。ただ僕はもう持ち越さずに、もうその日で全部決済していくので、あんまりその長い時間相場のにいない、ポジション持ってないっていうのを、そういうスタイルで一応やってはいるので、その辺はもう臨機応変に自分なりのやり方で好みで選んでもらったらいいのかなっていうふうには思いますね。でこのパターンはとにかく覚えておいてほしいですね。これはこのパターン出た時は本当に真反対にものすごい強い値動きが発生するので、これが出た時はもうこの下落の時ですね、この下げの騙しの時はショートを狙っていくっていう、かなり高い確率で勝てるパターンなので、覚えておいてもらえたらなと思います。これも重要なポイントなんですけど、直近ここまでのチャートだったら、ここからこっち側の部分だったら、多分これ上行くのかなみたいな思ってた人多いと思うんですよ。ちょっとこれ安易なショート危険だなって思ってた人多いと思うんですよね。でそういう時ほどこのドーンってバーンって落ちると巻き込まれるんですよね。みんな捕まっちゃうんですよ。でそこの捕まった人たちが、あやばい逃げないとっていうので第2波ですね、その後の第2波がすごい勢いで出るっていう。ただまたこれ月曜日です、今撮ってるの週末なんであれなんですけど、月曜日にもう一段の下げは考えられるかなっていう相場ですよね。まあもう結構下げちゃってますけどね。でもここの安値も切ってきてるんで、だこの騙しのパターンは頭に入れておいたらいいのかなっていうふうに思います。じゃあまた今後もですね、トレードの事例っていうのはちょこちょこと紹介していければいいなと思います。トレードの戦略とか手法とかですよね、実際のエントリータイム、エントリーポイントとかに関しては、僕のメルマガに登録すると届くですね、プレゼント動画で詳しくね、優位性のある方法とかを解説してるので、もし今こう特定のやり方がないとか、何を基準にやっていいかわからないとかっていう場合は、ぜひそれを見てもらって一つ自分の型として身につけてもらえたらなというふうに思います。特に初心者の人にすごい向いてるやり方なので、ぜひマスターしてもらえたら嬉しいです。ではありがとうございました。